はいえということで第3回目を迎えました田沢孝之の「人生保管計画」でございまーす前回メガネを作ったよっていう話をしたと思うんですけどあの収録の後ですね紳士のもとにガネを取りに来ました。 どう一個緩めましたよって言いながら、紳士が新しいメガネを僕に手渡してくれまして、その場でかけたんですけども、全然楽じゃねえかよというところで、ああ、めっちゃ楽です。ありがとうございます。って言ったら、去り際に、しばらくすると前のに戻したくなると思いますけどねって言われたんですよ。なんかあの、捨てゼリフ的な、 感じの私がはめた度数気に入らんかったんかお前ほんで一週間かけろって言ったのに次の日に持ってきやがってみたいなことなんかなと思ってえー、紳士そういう感じ捨て台詞みたいな履くんやちょっとショックやったんですよ俺紳士のこと好きかもって思い出してだから <laughs> ほんならあの最初ね楽ですって言ってかけたものの やっぱりちょっと酔うかもって思ってたんですよ。なんで疲れたら外して、回復したらつけて、疲れたら外して、こうだんだんかけていられる時間を長くしていったら、もう今は普通にかけられるようになって、かつメガネないともうちょっと見えにくい世界に入ってきてるんですね。で、なんならもう一個強い度がいいかもって思い出してるんですよ。 紳士はいということで <laughs> <laughs> まああのー、たらたらと、えー、田沢孝之が思ったこと日頃あったこと感じたことを話していくというこのウェブラジオ、えーまあ、今回もね取り留めのない話をつらつらとしていきたいなと思っておりますので最後までお付き合いください。ところで皆さんはガングリオン ご存知ですかこれあの鳴った方はねご存知なんでしょうけどあまり知られてなないいみたいなんですよね結構僕は同じバンドのメンバーがガングリオン持ちだったんで知ってたんですけど関節の,あの内部にゼリー状の液体が溜まっていってでそれが膨らんできてですねポコッと。 大きいととセンチとかになるいわゆる良性の主流というかこいつ自身が悪さをするということよりもこいつがあることで結果的になんか痛みやしびれなどが誘発することがありますと。でしかも原因が解明されてないんですでなんでできんのかっていうのがはっきり分かってないというか仮説的にこれがこうなってガングリオンができてるんだろうみたいなところまでは。 言ってるみたいなんですけど完全にこれが原因だからこの根本を断ちましょうみたいな解決法っていうのがなくてできたものに対して中のゼリー状のものを注射器で抜くか切って外してしまうかしかないらしくてかあの様子見で自然消滅するのを待つかこれねやっぱ良性のものだから大丈夫大丈夫だから原因究明ンタでも大丈夫大丈夫 みたいなことなんかなと思ったりもしてて、それはちょっと僕、解明してほしいなと思うんです。大丈夫やけど、やっぱり、その、あったら、あんまりよろしくないからね。ど、これ誰に言ったらいいかわかんないんですけど、そういうなんかこう、医学の人たち、これ聞いてたら、聞いてるわけないと思うけど、<laughs> 医学の人たち、これ聞いてたら、ちょっと検討してみてください。あの、ガングリオンに限らず、なんか良性だから。あ,あ、まあでもそっか。原因究明にね、こう、時間を、 かけてられないもんね。もっと原因究明せなあかん病気あるもんね。すんませんでした。ということで、そんなガングリオンが私、えー、2月頃からちょっとね、現れ出したんですよ。ちっちゃいのが。痛えな、手首って思ってパッと見たら、ちっちゃい粒が、米粒ぐらいの膨らみがあって、うーん、これもしかしたら、そうなんかもなと思いつつ。で、僕昔、機械体操やってまして、その頃からちょっと、 慢性的にこう手首を痛めててしまってるんですねだから古傷みたいなところがあって腕立て伏せとかも右手はね拳立てないとできないんですよ。ペタッとついて負荷がかかるとね今も痛いんですよずっと。で加えてここのところのパソコン作業が重なって腱鞘炎が悪化したみたいなところがあってですね。でもまあ痛くないんですほんまにそのそれ自体が。 ガンングリオン自体が痛いいわけででではないのででそれがねしばらくほっといたんですけどだんだん大きくなってくるとでね本当にさっき3センチって言ってましたけどもうほぼそんなでかさになっていよいよ邪魔やなとでついにちょっと病院こう怖いけど抜いてもらおう太い張りさして抜いてもらおうって言ったんです行き先はですね僕が行くならここっていう病院があるんですよ整形外科が。 で過去に何度か通ってるんですけどなんかね謎の粒みたいな俺粒ばっかりできてる男みたいになってますけどね今んとこ謎の粒が常にできて行ったんですよあのある日突然ですよ正座したら「痛っと思って飛び上がるぐらい痛い見たらなあれは大豆ぐらいの大きさですかねなんか粒ができてましてこれは大変なことなんじゃないかめちゃくちゃ痛いもんだって行ったんですよ だから、あの、エコーみたいなんで、中見て、あるんですよ、痛風が。明らかにあるんですよ、大豆、豆が入ってるみたいな。でもね、なんだろうね、これ。って言うんですよ、先生。なんですかねっていう、時間が、クエスチョンを共有する時間がしばらく過ぎて、ちょっと、様子見よっか。一週間経って、まだあったら来い。要は、施しを受けてない状態ですね。分かりました、あえて、もうね、 最後、待ってたら、ただ、さんって呼ばれて、二千何百円ですって、言えぇ、ー、様子見って言われて、二千円えぇこれ。様子見でって言った時は、様子見割引作ってくれ。一週間様子見で大きくなったらやばいから、これは一週間置くしかないね。とかやったら分かるんですけど、なんだろうねの後に来る、一週間様子見って、なんか、ちょっと僕、 納得がいいかないんですよねっていう病院にまあなぜか通ってるんですよ俺は <laughs> 帰りゃいいんですけどなぜか通ってるんです、ね、なのであのー、施しをしてくれない病院に行くでも俺は抜くって決めて医者がどんなテンションだろうが抜いてくれって言って決めて行きました強い強い意志があったそこに俺は強い意志があって病院に行きましたほんならやっぱり「あガングリオンだねどうする?」って言われて。 抜いいてくださいってじゃあ横になってくださいって言われてでっかい針刺して意外とでも思ってたより痛くなくてあの注射器のピストンでチューって吸うと思ってたんですけど液体が硬いから吸えないんですってだから注射針をピストンなしの注射針を刺してでその主流をグッグッと押し出す感じですかゼリーをだからまあまあ太い針が刺さってるんですねなんですけど思ったより痛くないどころか 中のゼリー状のものが抜けてるなっていうのが分かるんですよ。僕、怖くて、そっち見なかったんですけど、抜かれてるって分かるぐらい楽になってす抜いてるしーから。で、1000いくらやったんで、様子見でって言われた時よりも安く済んでる、この意味わからん状態なんですけど、あの、こんなぐらいで済むならいいかなっていうのは、あの、生まれにね、再発するっていう情報もあったんで、まあでも、この感じで済むなら再発してもまた行けばいいわ、ぐらいの感じに。 慣れるぐらい結構進んだり進んだんですね。とか言ってたら1週間も経てのうちにまたたふっくらしてきたんですよ再発するとは聞いてたけどこんなに早く復活するかねと思いつつで、えー、先月ですか7月ちょうど1ヶ月後の7月にまた抜きに行ったんですよね。なら今またできてるんですよ。こんなんちょっと早すぎへんさすがにで。過去の2回よりは 小さいんです今なんでもしかしたらこの一回抜いたらもう出てこんかもしれんね。でもこのままいったらなんか月一でガングリオン抜きに行くやつみたいになってるんでもう病院で俺グリオとか呼ばれてんじゃん <laughs> おおグリオ来たでーみたいな。ガングリオン襲来とか言われてんじゃん。知らんけど。 え、グリオって誰あ、いるじゃん、いつもの。あー、月地で手首膨らむ、あいつね、みたいな。絶対つけられてると思うんですよね、あだ名を。なんか、あの <laughs>、いや、バイトし,してた人とか、その、特に接客業ね、お客さんが来るバイトしてた人とかは、結構これ経験あるじゃないですか。僕もあの、コンビニとかでバイトしてたんですけど、あの、お客さんにあだ名つけて呼んでましたからね。うん。 あ、それはあれですよ。その、ディスルとかじゃなくて、名前知らないじゃないですか、お客さんの。だから、バイト仲間同士で会話するときの、その共通言語として。ってことは、自分ももうやっぱり、これはもう呼ばれてて叱るべきじゃない。あと、あれですね、接客業あるあるじゃないですけど、あの、接客業したことある人は、自分がご飯食べに行ったり、物買いに行ったりしても、店員に優しくないです。なんか。 あの気持ちが分かるから思いやりの精神がそこで出来上がってるわけですよやっぱりいるじゃない店員さんに横暴な人いややったわ俺もあのー、お金をね投げて渡す人が大嫌いでおるんですよちょっとこうおじさんに多かったかな俺はレジをしてて1,000円とか1万円とかをポンって掘るんですよね 僕ほんで良くない店員やったからこっそり仕返しをしたりするんですよ。弁当を温めてくれよっていうのをめっちゃ偉そうに言われたことがあってあの弁当をちょっとポンと俺の方にポンと投げてぬぐめでって言ってきたんですよ。うん、カチンときて 弁当箱曲がるぐらいるむくめだったんですね <laughs> だから店員を怒らすと怖いっていうのをちょっと知ってるんですよ僕いやみんながこんなことするっていう意味じゃないよ意味じゃなくてやっぱり主導権はあくまでも向こうなんだよだから店員さんに横暴な態度をとってる人たちはちょっと自分の気持ちを態度を改め直した方がいいと思います あんまりこんなこと言ったらあかんけどやっぱでもそういうね思いやりの精神大事ですよああバイト僕え何個したこん結構してるんですよ結構してるんですよって結構してる人からしたら全然してないかもしれないですけどえっとね、まあ、ざっと多分10個ぐらいやってるかななんで今度バイトの話もしようかななんかね これだから人生保完計画ってすごくいいテーマだなと思っていて、僕の人生から成すものだったら何だっていいじゃないですか。なんで、今度バイトの話でもしましょうか。ね。直近でやったのが、えっとね、何年前だあれは。3 34ぐらいかな日雇いのバイトして、友達の紹介でね、多分仕事がなくてその時 <laughs>。で、建設現場の、 仕事紹介してもらって、1万2000円、1日。ああ、やるやるーって言って、内容聞かされてないのよ。建設現場っていうだけで。行ったら、石膏ボードって皆さん分かりますあの、マンションの壁の、要は、いわゆる土台というか。あれ、えっとね、厚さ12ミリで、で僕、身長が165ぐらいなんですけど、まあ、ほぼほぼ両手いっぱいに広げるかなちょっと狭いかな ぐらいの。で、えっ、ー、と、高さは僕よりも高い。僕180センチぐらいあるのかなもっとあるのかなの、えー、重さ8キロの石膏ボードを1階から4階まで120枚あげるっていう仕事だったんですよ。階段でよ。<laughs> で、細っこいビルやったんですよ、それが。細っこいビルの螺旋階段。螺旋っていうか、1階折れてる階段で、1階にもうドーンと積まれてるわけですよ、120枚。 これ全部4階に上げといてであの1枚試しにやってみたんですけど石膏ボードって石膏なのでぶつけるとボロッと取れてしまうんですよだから絶対にぶつけたらいけないなんですけどすごく細っこいビルの狭い階段ら,らせん階段折れ曲がり階段なんであの折れ曲がるところがすごく難しかったんですよだからこの一枚上げるのに結構な時間が かかかってでですすすねどうすんのが一番いいかを考えるわけですよ1枚目2枚目3枚目を上げていくといやこれちょっとしんどいなで1回ちょっと気分的にあの半分半分だけ青がらそうみたいなところで2回まで上げてって昼休みの時にマジで逃げようかなと思いましてほんまに結構きつくてあのちょっとねパニックになったね。 終わらんんかもしらんみたいな。いやーやばいどうしようって思ってんかちょっといろんなシュミュレーションして逃げたら誰に迷惑かかるかなまあまず現場の人に迷惑かかるけど紹介してくれたやつまあでもな縁切るかぐらいのいやほんまに <laughs> そんぐらい追い詰められてたのでよからぬことを考えて昼飯終わって現場戻ったらその俺に仕事をくれたやつが来たのよ。手伝うよ。 お、ありがとうって二人であげて、無事夕方まで終わらすことができて、もうお前ほんま、仕事紹介してくれるわ、お前、昼休み駆けつけてくれるわ、お前、もう、助かったわーって言うて、めちゃくちゃ感謝して、後から聞いたら、あいつほんまは朝から来なあかんかった。<laughs> お前朝から来なあかんかったくせに、よう言うたな、昼、しんどいでしょ、助けに来たよ、みたいなテンションで、よう、よう来れたな。 っていう、えー、これ一個のバイトでもこんなに話ができるので、あのまた一個ずつおいおいね話をしていこうかなと思っております。あすいませんだいぶ話それましたけどね。えー、ガングリオンまた近々抜きに行こうかなと思ってます。まあ、これ今抜いたら最後かな。でもまああのほんまに。 針刺ししてててチュチュュっやれば抜けるんでね、えー、また再発しても、まあ、いいかなちょっと自分の体と付き合っていくっていうことをこの年になるとちょっと覚え出してますね。あちこちに肩が来てるので。あのー、体のメンテをねちゃんと時間かけてやれば付き合っていけることなのかなと自分でも思います。で分かっていながらねちょっとおろそかになってる部分があるので、えー、きちんとねケアしながら長く仕事できるように。 頑張っていこうかなと思った次第でございますというところでですねまあ、皆さんもね日々の暮らしの中まあ仕方ないことだよって思って諦めてたこともう一度ね目を向けてみたらなんか見えることがあるんじゃないかななんて、えー、偉そうな言葉を残して第3回ただただい機能のウェブラジオ人生保管計画終わろうかなと思いますご視聴ありがとうございましたでは今回はこのぐらいにひといたるわー No